サンフラワー、サンフラワーコバルト、サンフラワーコバルトは、フェリーサンフラワーが運行するフェリー、大阪港と別府港と結ぶ航路に就航している。サンフラワーの台船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1998年4月8日に、神戸松山別府航路に就航した。松山港への寄港は、下り便が2010年2月、 上り便が2011年4月30日で終了した。松山港の抜け港により所要時間が約1時間短縮された。関西汽船とダイヤモンドフェリーのフェリーサンフラワーへの統合により2009年11月1日からフェリーサンフラワーによる運航となった。その際、ファンネルマークが関西汽船の赤、白、赤のマークからオレンジ一色に変更された。 船体は7層構造で、上型から、コンパス甲板、航海船橋甲板、EFGHI 甲板と呼称されており、航海船橋甲板が操舵室及び、乗組員居住区、EF 甲板が客室区画、GH 甲板が車両搭載区画、I 甲板が機関室となっている。2007年7月9日、松山港を出港して、 ベップ公営高校中、午後島と四国の間にある高浜瀬戸の最強部で小型タンカーと衝突した。衝突により本線は左舷船首部にオ損などを生じ、修理のため一週間欠航となった。事故原因は双方が衝突を避けるための措置を取らなかったためとされた。ありがとうございます。